こんにちは、皆さん。私は、元山口組顧問弁護士で、YouTuber ーーの山内幸雄です。今日は、糸満事件の伊藤杉光さんの近況というテーマでお話ししたいと思います。いや、実はね、懐かしい、<laughs> 伊藤さんにゃ、 会ってきたんですよいや、この年になりますとね、懐かしい人に会うって本当に嬉しいもんですね。伊藤さんもそうおっしゃってましたけど、だからお互いあったら両手握って、かた固く握り合って、そう肩抱いて、ハグして、おー言うてね、あの、喜び合った仲なんです。まあ、私とあの伊藤清水さんがなんで知り合ってるかというとね、その間には2人のビッグネームの人物が絡んでおります。1人は、 もう国民的スーパースター西城秀樹さんですね。もう一人は。あの言わずと知れた私が親しく。お付き合いさせていただいた匠雅さん。この二人の方が。こうあの間に入るわけなんですけどね。あの伊藤さんが。匠さんを知ったっていうのは。まあ。 秀樹さんの、あの、誕生パーティーの時に、まあ、義理のお兄さんについて、それで紹介されて知ったっておっしゃってましてね、あのー、ヒデさんと伊藤さんってものすごく、あのー、密な、本当身内同然の交際をされていましたんでね。で、私と匠さんは、まあ、親しい間柄にあったんですが、その、お 紹介されたというか伊藤さん、あの、ヤクザの人とは知らなかったって言ってましたね。その後、間もなくして、えー、山口組の四代目竹中正久が暗殺され、そして匠さんの名前がメディアにちらほら、ちらほらと出てくるようになって、えー、山口組のどの程度のポストのどういう人物かというのは分かっていったというふうに、あの、おっしゃっておりましたね。私が 七十六歳、もうすぐ七十七になるんですけども、伊藤さん、七十八歳なんですよね。えー、それでも、二年ほど前に、あの脳そ脳梗塞をされて。ちょっと、あの、足の運動機能などは、まだ十分回復してないんですよね。ですから、一日三連歩。三連歩、三連歩、3, 歩何分ぐらいかかります。二十分ぐらい。二十分ぐらい。あ、ここ、ここですか。あ、神社、あ、神社へ通ってらして。えー <laughs> 頑張りましょうまた、ね、<laughs> 毎日毎日あのリハビリをやってられてそして日課としては3,000歩。 えー、あのー、散歩するのが日課だというふうにおっしゃってましたね仕事はもう今は現在は一切仕事はしておりませんとそしてお子さんが2人お孫さんが2人でね今はあのおやかでいい生活で幸せですよなんていうふうにおっしゃってましたで毎日まで散歩されるんですけどね頭はねもう本当に衰えてないの。 本当に明晰でね、もうお会いした時も結局糸満事件の話ずいぶんすることになるんですけども、あの記憶力という判断力とに全然衰えてないですね。それはもう素晴らしいですよ。そしてあの方ね、昔ゴルフすっごくうまかったんですよ。そしてあの、 伊藤さん自身もおっしゃってるんですけどもあの国鉄スワローズの金田庄一投手と大橋巨泉さんとハワイでゴルフ回ってお互い優勝を競い合ったなんていう話もねされてますねそしてまああのー、お話ししてたらどうしてもこの伊藤万事件のことになっていくわけなんですけれども伊藤さんにしたら伊藤万事件っていうのはやっぱり伝伝なって

くさく操作になったらね、本当にそういうことするんですよねなんて言われて、もう非常にあのー。 膨大になんか、あの、マスメディアに、こう、球団されて、よ、よく耐えたなと思うんですよ。私にしても、先ほど申し上げました、4人の人物ですね。まあ、秀樹さんはスーパースターですけれども、あと、匠さんにしても、おぼ僕もいろいろ捕まったり、あの、まあまあ、ベストセラー出したりして、いろいろメディア出てましたけども、ね、本当になんか、バブル崩壊の、 悪の責任を一にに押し付けられれたたたみたいななそんな風に言わ,言われた方ですよねでも伊藤さんがおっしゃるにはねあの事件というのは伊藤さん常務になってますけどあの常務って中身何にもないんですよ。1円の給料役員報酬をもらったこともないしそういうあの役員の会合に出席したこともないし。 それから糸満の,の方で伊藤さんが動く時の航空券とか新幹線代とか糸満が立て替えてとりあえずあの取ってくれたのがあるんだそうなんですけどもそういうものも全部いあの伊藤さんの会社に請求書が来て全部伊藤さんんの会社でで払っているんだそうですしかも厚生年金も伊藤さんの会社でかけておって糸満ではそういうふうな年金関係も全然かけてないんです要するに 体内的、内部に向かっては、常務なんての実態は。 何もありません実質も何もありませんもう肩,肩書きだけくっつけて表向きですね例えばこの名刺使っといたらいいよみたいで名刺だけ借りて括弧、あのーうん、をつけるっていうそんな形の常務さんなんですよね期間も非常に短いですから実質の判断権がか何もないでもそういうふうな常務としての実質がないことに関する証拠はあるんですよ。自分とところで厚生年金は受けてたとか、えーイトマンが 使った交通費全部私が払った証拠があるとかですね常務としての実態何にもないという証拠があるんだけど全部これあ握りつぶさされれててとか隠されてしまうんですよねだから表向きだけ常務でその常務の立場を利用した背任だというようなことになってるんです。でも実態はあー足りない いイトマンの内部に向けての権限っていうのはありません表向きのペラペラの名刺みたいなもんですよだからそういうふうなあの背任できるような立場にないんだということが一つありますねそれとあの絵画取引と不動産取引と、まあ、2つ起訴されておるんですけども絵画なんか伊藤さん全く関係ないんですよこれ。あのー 絵画担当の小西さんって言われたかな糸満の担当者がいまして、えー、伊藤さんが決裁したっていう書類なんかい一切ない実際してもいませんし判断もしてませんしでもまあ起訴状ではあのー 本来ならば価値の低い絵画をすごく高いもんにして糸満に買い取らせて損害を与えたその判断了,了承したのが伊藤さんだとなってるんですけど絵画なんか全然関係ない。うん、あのそういう絵画の担当者の、えー、決済した書類なんかもあるんですけどもこれも検察に握られてあの表に。 出ていないなんですよねですからあこの会が関係ないのにやっぱり特別配任だというふうにされてしまったそれともう一つメインはあの不動産事業なんですがこれは伊藤さんと伊満の共同事業なんですよ共同で開発して事業をやっていくゴールフ場にしましてもね他の土地開発にしましても共同でやっていくというそういう書類もあるんですよ。でもそれ全部あの広定に 出さ出されずに、えー、検察の方で伏せられてしまっているんですね。あですからあイトマンとおやった共同事業なのにですね、えー、イトマンの損害を公募を目的とした背任行為なんだというふうに無理やりこじつけられているんですよ。まああのイトさんおっしゃってましたけどね。 もともとの始まりはあの住銀の名古屋支店長の紹介で磯田さん天皇ですよあの磯田天皇が伊藤さんに会いたいんだと飯食いたいんだって言ってきたことが掘ったみたいですよ。ほで何回もそういうことがあったんで一緒に食事したら磯田さんがあの銀座の土地でね銀座の土地をね売って てしいと伊藤さんに言ったらしい伊藤さんはあの銀座のね結構いいところの土地をね長い年月かけて手に入れてられたんですよね。あれをこっちに譲ってくれと。であれでまあ転売などしてね開発して転売してその手柄を川村に手柄をつけてやりたいんだと。そういうことから始まってるみたいですね。ですからこの糸満事件の発端っていうのはあの住友銀行の天皇と言われた、ね、磯田さんが 川村を男にしてやりたいというふうに思って不動産取引をねこっちにくれと言ったことの始まりで絵画に関しては自分の娘娘にその絵画取引で利益を上げた実績を作ってやりたいとその取引するに必要なお金は住友銀行から出してやるというこういう構図で始まったものなんですよね。 でこの不動産開発ゴルフ場もそれ以外の不動産もなんですけどもこれ伊藤さんがあの所有しておった銀座のと土地とかですねゴルフ場2箇所とかねいろいろあの土地があるんですけど不動産がそれをまあ結局糸満と一緒に開発していった話があいつの間にやらあその 背任に仕立て上げられてしまっているとそういう事件であってしかもこれが戦後最大の経済事判だなんて言ってバブルの象徴みたいにな,なっても大騒ぎになってしまっているんですね。まあ、伊藤さんがその敗人行為にによって糸満に 巨額の損害を及ぼしたというならば本来ならば糸満からあるいはそれを引き継いだ住金物産からですね伊藤さんに対して損害賠償請求ができるんですよ本当にそうだったら。でも 一切それはありませんもんね。損害賠償請求できる根拠がないかしてないんで伊藤さん、財産やお金持って逃げないんじゃないんですよ。今でもたくさんの資産持ってらっしゃるんですよ。だからいくらでも請求すればいいわけです。もし本当に伊藤さんに責任があるなら、それで一切していませんからね。今でもすごい、あの長、長者さんですよ、伊藤さんっていうのは。だからそこから見ても、 あの事件が民事的に果たしてね、伊藤さんに責任があるのかどうか極めてあの疑わしい事件だというふうに、ま、僕は思いますけどね。そしてこの伊藤番事件というのは、まあ、戦後最大の経済事犯と言われるとともに、 この住友銀行が銀行から流れ出た2000億とも3000億とも言われるお金が闇の世界に流れたと。こんな風に言われるのね。<laughs> 闇の世界って誰だ匠さんになっちゃうわけね。ありえない。僕はっきり聞いたんですよ。伊藤さんこんな風に言われてるじゃないですかって聞いたら、あの闇の世界匠さんとか流れてるみたいに言われて。一切ありません。何の関係もありません。一円も言ってません。って言って、はっきりとおっしゃいました。ですから、 えー、住友銀行から流れ出た、えー、巨額のあ融資金があ闇の世界に、えー、全部行ったというのはこれはもう嘘ですね要するにあのバブルに膨れ上がった資産をお買ったらそれはバブルが崩壊してあの非常に安いものになってしまったというそれだけのことなんですよ。そそれをまるで、えー、そのお金が あの,、うん、あの暴力団社会特に山口組匠組匠勝組長に流れたかのように言われておりますけどもそういうことはないとはっきりおっしゃっておりましたえー、それと私とですね伊藤さんが知り合った、えーえー、きっかけになっている出来事をちょっとお話したいんですが昭和60年に山口組ハワイ事件というのが起こりましたこれはもう竹中雅史と 小田ジョージという人が、えー、アメリカの F と C FBI と CIA のおとり倉庫さんに引っかかってハワイに渡って捕まってしまうという日本でも大報道が起こった事件なんですがこの時にですね僕は当時ビザが行ったんですハワイ行くのにビザ持ってなかったんですよですからあのあ匠さんから「ハワイ行ってくれ」言われたんですけど「あのいやビザないから無理ですよ」って言ったら「ほだ 伊藤さんがですね「えっ、ー、そんなことできるんですか?」ってと「とりあえず東京来てよ」言うから私も匠さんも東京行って伊藤さんの事務所あるんです八重洲にね、えー、そ,そこの会社行ってですねそしたら国会議員に電話してくれましてねあの一人ハワイへ急遽来ているからあの領事館から何かと連絡取って「ビザ取れるように手配してあげてください」って伊藤さんがねビザをね取ってくれたのね。 そのまま僕その日のうちにハワイへ行ったんですけどね、すごい力だなぁと思ったし、すごい人脈だなぁというふうに思いました。ほんで、なんで伊藤さんがこのハワイ事件に関係しているかというと、これがまたね、面白いんですよ。うん、あの、ひ、ひ、ひできさんがね、伊藤さんに、あの、義理のありがアメリカの弁護士紹介してほしいと言ってんだけど、紹介してもらえませんという、言った んだそうですね。それが結局、まあ、このハワイ事件だったわけで、伊藤さんが紹介してもらったイカダキ先生という,いう人に僕は会いに行ってるんですからね。それと、ウォルフっていう先生にも私は会ってるんですけども、そういうふうなきっかけで、伊藤さんと知り合ったわけです。いずれにしても、伊藤さんもそうですし、私もそうですし、匠ワイブもそうですけども、もう激動波乱のその後人生ですよ。でも、ね、あの、秀樹さんと匠さんが、 お亡くになりになられてなんか二人でまた手を握り二人っていうのは伊藤さんと僕ですよ手を握り合があ,あ,あったらやっぱり思い出しますよね二、うん、人ともいなくなっちゃったなと、うん、まあ我々も七7 7と78ですからねもうすぐそっち行きますよってな感じででも本当にあの伊藤さんと会えて懐かしくって嬉しかったです。ももうう二人とも元気で頑頑張張りりまますよ、ね、伊藤さん頑張りましょう はい今日はこれぐらいにしたいと思いますチャンネル登録並びにいいねボタンをよろしくお願いしますありがとうございました